代表の方々にご挨拶をいただきたいと思います。まず最初に鈴木委員会会長出島様よりご挨拶をお願いします。こちらにすいません、マイクこちらにいますから。皆さんおはようございます。会長をおります矢島でございますが、出発を前にひと言ご挨拶を述べさせていただきます。今日は早朝から大勢の皆様方のご参加をいただきまして誠にありがとうございます。特に高校会さんをはじめ多くの同好会の皆様方にはお忙しい中、こうして大勢ご参加をいただき重ねて御礼を申し上げます。このおみこしでございますけれども、作成は昭和5年にできたそうでございますから、もう100年近くになるわけでございます。昨年から1年かけましてですね、行徳の中台製作所さんが心を込めてですね、この、調整をしていただきました。もう新品同様になったみこしでございます。どうか今日はですね、皆様方のお力で奉行していただくわけでございますけども、どうかご一つお願いがございます。御霊もですね、今宮司のもとに神様が入りました。そこでですね、争いのないですね、楽しい表現になりますよう、宮入りまで特段のご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。宮島会長さん、ありがとうございました。引き続きまして、国土睦美会の会長石井様からご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。日頃大変お世話になっております、高砂高校生の会長の皆さんをはじめ、各同好会の皆様、早朝より、大勢の方がお集まりいただきまして本当にありがとうございます。先ほど矢島会長からも、まずよろしく。今日ですね、この、本社みこしが、皆さんの方にご興味をいただきました。今日一日ですね、怪我のないように、楽しいみこしにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それじゃあ続きまして、高校会の、副会長の小林様でございます。一言ご挨拶をお願いします。おはようございます。早朝から、ありがとうございます。今日一日、楽しいおみこしにしたいと思いますので、皆様の協力、よろしくお願いします。また、揉め事がないように、進めていきたいと思いますので、また、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。引き続きましてのお忙しい中、石田大吉さんがお見えをございますので一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。北斗天祖神社の例大祭おめでとうございます。昨日は大隅原の奉納神事滞りなく行われました。今日は装いも新たにした神輿での渡御でございます。地域の方待っておられることと思います。地域の方とそして祭りに参加される方、神輿を担ぐ方、心が一つになる機会でもございます。どうぞ皆さん方には怪我のないように楽しく仲良く元気よく渡御していただきまして、そして神社のご加護を館内の隅々までお届けいただきたいと思います。奥道の町がさらに住みやすい町として発展されますようご記念申し上げてご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
恐れ入りますけど、泉都議さん、こちらの方へ来て、一言だけ、突然で申し訳ありません。皆様おはようございます。都議会議員泉です。今日は一日楽しい神輿、お祭りであることをご記念申し上げます。以上でございます。それでは乾杯に移りたいと思います。乾杯の発声をですね、数回会責任総代の清水様にお願いします。清水いらっしゃいますか。はい、準備の方よろしいですか。よろしいですか。はい、それじゃあお願いします。今日神輿の都議に早朝より大勢の方が出席くださいまして本当にありがとうございます。というわけで今日一日皆さん事故のないように盛大に都議ができますということをお祈りいたしまして乾杯をいたします。いいですか。では乾杯。どうもありがとうございました。清水さんありがとうございました。